いらっしゃっせ。ファミリーレストラン原田です。バーンノーサイン井上です。さあというわけで本日はご当地激辛戦争というわけで、はいはい、滋賀県の激辛ラーメン屋さんにやってまいりました。よいしょ。そしてなんとですよ、はい、東野さん和牛の2人、はいはい、またノーサインの井上とファミリーレストラン原田夢のタッグです。早ないですか、ちょっと。で早速、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。で早速店内の方に入ってきましたけども、はいはい、このドラゴンラーメンさんの店長さんでございます、はい、倉岡さんです。よろしくお願いします。倉岡さん、はい、いらっしゃっせ。いらっしゃっせ。ノーサイです。お願いします。あのかぶってるから。ごめんなさい。倉岡さんのいらっしゃっせ。ごめんなさい。せっかく返してくれたのに。すいません、新進出す芸人が本当に。すいません。芸歴20年差あるんですか。そうなんです、うん、ちょっとまだ落ち着きがないんで、ね、すいません、ね、ごめんなさいね。すいません、このドラゴンラーメンさんはどれぐらいからあるんですか。26年目ですかね、今年。ほぼほぼ同い年ですわ、僕。え、もうそんな若かったっけ。はい、27です。52やろ。いやいや、見た目で。それぐらいの見た目やって。まだ27ですから。あ、そうなんだ。そうです。そんなずっと大社ずっと一人でやってはるんですか。いや、もともとあのうちの父親がやってて、後継いで今やらせてもらってます。そうなんですね。なるほど。だから聞くところによると、ここにはかなり辛いラーメンがあるって聞いたんですけども、それはもうずっとあの先代から引き継がれた。そうですね。まあ、先代からずっと激辛ラーメンやられてた。はい。なるほどなるほど。元のドラゴンラーメンっていうのは結構辛いんですか。辛さ段階あるんですけど、はいはいはい、一番辛くないのやったらまあそこまでなんですけど、はいはいはい、一番辛いのになるとだいぶ辛いです。辛ないやん。すいません、じゃあ店長、はい、このラーメン屋で一番辛いラーメン、はい、出していただいていいですか。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。すいません、お待たせしました。うわー、まあ、辛そう。あっか、何これ。世の中のあらゆる辛いもん入ってません、これ。粉のタイプの辛いやつとか、糸のタイプのやつとか。辛さはキャロライナリーパーの。キャロライナリーパー。キャロライナリーパーって何なんですか。ギネスにも載った世界一辛いって言われて。世界一辛い唐辛子ですか。が入ってるんですか、に。うわ、空もすごいわ。マスクしてんのにすっごい鼻にくる。わかります、わかります。じゃあちょっと井上くんに、はい、じゃ頑張ってちょっと全部食べてもらいましょうか。あれ一人で大丈夫お前。僕だけで大丈夫。気つけろよお前。じゃあまずはちょっと乾くんの方から、はい、いいですか。ちょっと行ってみてください。いただきます。はい。赤いなぁ。うん、ええやん、似合ってるやん。赤イメージカラーや。どう。おお、うん、結構きますねこれ。結構くる。はい、うん、いきます。うわー、行くね思い切って。お、行った行った。そんなにですか。一口っすよまだ。あかな。やばいですこれ。マジで。どうやばいのよ。めちゃくちゃ美味しいんですけど、燃えてます口の中が。あ、もうなんか熱くなる。熱くなるんですよ。え、今まで食べた辛いもの比べてどう。人生で一番辛いちゃうから。そうなんや。辛っ。じゃあちょっとお客さんがちょっと来たみたいなんで、はい、じゃあこんなんもう今日はこの辺で。いやいや、ダメですよ。いや、あの営業妨害になるんで、あんまりうるさい声出すと。準備されてますから。いや、やっぱね、あのいつも思うんですけど、そういうリアクション見た後に食べるのほんま怖いんですよ。わかります、わかります。めちゃくちゃ怖いんやけど。じゃあちょっと僕の方もいただきます。あーあ、やっぱ、あ、鼻にめちゃめちゃくんな、これやばいでしょ。お野菜も結構ふんだんに入ってるんで。そうですね。一緒にこう麺を食べた方が多分辛みがね、中和されていいと思うんですよ。はいはいはい。結構いきますね、麺も。やばい。めちゃくちゃむせてますやん。大丈夫ですか。あー、辛っ。店長、むちゃくちゃ出そうよこれ。辛っ。めちゃくちゃ泣いてますやん。いった、口の中めっちゃ痛い。口の中痛い。顔どうなってるんですか。あー、めっちゃ痛い。あー、辛い。店長、これ完食する人いるんですか。半分ぐらいは残さありますね。え、ということは半分ぐらいは完食してあります。すごいな。完食できるこれ。ちょっと残す申し訳ないから。ずっと僕に食べさそうとしてますやん。ちょっと俺は一旦休む。一旦休む、一旦休む。これはあかん。ほぼ顔ドラゴンみたいな。あー、火出てへん口から。出てます。ちょっと若干出てますわ。出てるよね、これ。若干出てます。あー、あんまり先輩の苦しんでる顔ってあんま見ないじゃないですか。めちゃくちゃ面白い。割ってる場合じゃない。そうですね。せっかく作っていただいて、それはね、食べないと。
一回ね、スープいってみますわ、うん、あがあ喉燃えるかんなお前も竜みたいになってんだよ冷えてます、冷えてんでうねうねしてません、後ろの方それはしてないけど、それはしてないですね、うんうん、後輩滑らしてますやん、これはちょっと、せっかく出してもらってるんで、はい、なんとか完食目指して、そうですね、完食して東野さんと和牛に行ってもらいたい、はい、やっぱり賞いただけないんで、これなるほど食べないと、よっしゃじゃあ頑張ってくれ頑張ってくれ、犬井あの、もつが絶妙に美味しい、うんうんうん、もつうまいよな、もつうまいじゃん、うんめちゃくちゃ涙流れてきてる震えるそしてそのスープを、スープもね、やっぱりいやもう大丈夫です、すごいここまでいった犬井、これはすごい、犬井辛いの強いねんな、ごちそうさまですすごいね、すごいな、でもちょっと俺も行かんわけにはいかへんでしょ、ま、いいですよ、もう無理しなくて、いやいやいや、もう後輩の犬が言ってんやったら、マジっすか、今度は、はい、今度はちゃんとこのモツで、はい、ちょっとこう辛みを中和させながら、はい、ちょっと行きたいと思いますもう大丈夫ですよ、もう無理しなくてああ絶対これは滋賀の激辛が、滋賀の激辛が全国の中で一番です